ってる方も、一つはね、一つはためになる動画になってくれたらなとは思うんですけど、よろしくお願いします。はい、ということで、まずはじゃあストーリーなんですけど、ストーリー全部ね、基本的にはフルボイスなんですよ。これは本当にこういうゲームの中ではかなり奇跡的なことだと僕は思うんですけど、僕の中ではフルボイスって基本ないイメージなんで、そこはすごいすごいなと普通に思ってます。はい、で5等分パズルでまず普通にメインストーリーが見れて、まあ、これが、まあ、いわゆるアニメの第一期なんですけど、それが見れて、でそれも全部終えて、で基本フルボイスと、これは本当になかなかないことなんで、すごくここは魅力的だなと思います。はい、でまあ用意パズルとか次元パズルはボーナス効果を上げるために必要なキャンディ、まあ文字通りスキルを上げるアイテム。星5かな、星5を回復のカードについてる、ま、ボイス、うん、これを解放できるアイテムとなってます。はい、メインストーリーでアニメの第1期を終えて、でこれがすごいのがイベント、月にまあ大体2回ぐらい来るんですけど、このイベントで新たな完全新作なストーリーが見れると、これもフルボイスなんですよ。これすごくないですか。これは本当にここでしか見れないものなので、本当これは5等分の花嫁が大好きな人はぜひやってほしい、うん、これは本当やってほしいですね。これは本当にこれだけでもやる意味あると思います、ね、うん、それぐらいすごいストーリーはすごいと思います。はい、すごい、ちょっと語彙力ないですけど、はい、まあ、ストーリーはとりあえずそんな感じでおすすめです。はい、で次はガチャなんですけど、ガチャもねすごいんですよね。普通のガチャがこれ花嫁ガチャ、花嫁ガチャなんですけど、これ無料で見てください、上のガチャチケの後の数字206万。まあ僕まだこのガチャ引いてないので、今まででここっていうか、僕が始めてからは3ヶ月ぐらい経ってるんですけど、206枚溜まってて、これ単純に206連なんですけど、これすごいんですけど、それに加えてですよ、まあ、今回のイベントでいきますけど、見てくださいね、数えますよ。はい、これ10 20 30 40 50 60 70 80 90 100。はい、ということなんですよ。累計ポイント報酬だけで100連引けるんです。これは本当すごくないですか。これはこんなにもらえていいのかっていう、100年引けて、なおかつこのね花嫁コインっていうのが、まあ、クエストでももらえるんですけど、このポイント報酬でももらえて、まあ、これはねそんなにポイント報酬でめっちゃもらえるってわけなんですけど、最後の最後で、まあ、10円3000枚なんですけど、ポイント報酬だけで、うん、全て取り切れば最高100連引けるので、本当花嫁コインも貯められる人は貯められると思うし、貯められるプラス100連引けるので、これは絶対なかなか他のゲームでは考えられないぐらい報酬としてはうまうま
だと思います。はい、なのでまあイベント来たら普通に回れば多分最低でも50は普通に引けると思うんで、ぜひそれもおすすめですし、で後半からかな、イベントの後半から、まあ今も来てるんですけど、こういう風にイベントステージ10回クリアすると1枚で、で15回クリアすると1枚もらえると、はい、いうことになってるんで、まあ、ぜひイベント来た際には毎日ね頑張ると、確かねこれ5日間やるんで毎日2枚ずつなんで10連分もらえるはずなので、さらに10連分、プラスされるということになります。はい、なのでぜひイベント来た際には頑張ってやれば、ガチャをいっぱい引けます。はい、ということです。はい、はい、で続いてショップ行きたいと思いますけど、ショップにも結構ねいろいろあるんですけど、まあまずそうですね、限界突破、今週の宿題ってのがあるんですよ。ここでそう、こういう風にダンベル1かで、この蝶の髪飾りが2ので、ヘッドホンが肉で、なんだっけ、髪のなんだっけカチューシャみたいなやつ、これが4つ葉 でこの星のヘアピンかが5期なんですけど、これが金が星5の限界突破してくれるアイテムなので、これもぜひね、今週の宿題はマジでやった方がいいですね。このリサイクルでさっき言った限界突破のアイテムを、このねキーパズルピースか、パズルピースを10枚集めると実際のアイテムに交換できると、いうことなので、ここはやっぱ押さえておいた方がいいですね。でね、これ結構お得なんですけど、まあ、課金する人かしない人かにも分かれるんですけど、まあ課金する人は、まあ、多分結構分かると思うんであれなんですけど、これ毎月ね、最初の1回、毎月1回目は半額っていうか2倍か、花嫁コイン、金のコインが2倍もらえるんですよ。はい、でこれがすごいのが、別にこれで今月は2080円だけ課金しようかなみたいな、でまあもちろんこれで4160コインもらえるんですけど、でちょっと後半になってきて、あれまだ余裕あるな、まだ課金する余裕あるなって思ったら、他の金額のやつはもう最初の1回目だけは2倍もらえるです。はい、なのでこの2080円も2080コインしかもらえないけど、他の金額でね、それプラスね、このメーターっていうなんか変なカラフルなチケットみたいなやつ、610獲得とか書いてあるじゃないですか。これがね意外と見落としがちなんですけど、この左に書いてあるランク2とか5つ子マイレージ、これがねほんとすごい大事で、でこのまあ、僕今ランク2なんですけど、ランク3に昇級まで830のマイレージが必要って書いてあるじゃないですか。でこのね830とかこの数字はこの右花嫁コインのさっき言ったそのレインボーのチケットみたいなやつの3日に書いてある数字をがこの課金した2080円で
課金したんなら1040のマイレージが貯まりますよっていう意味なんですけど、これがねかなり、特にゴトパズ普通にやる人にとってはちょっとね必要になってくる知識かなと思います。でこの5つ後マイレージ見ていきますけど、これはね最初もちろんランク0からなんですね。ランク0スタートで、これがねだいぶ変わるんですよね、ゲームのへのストレスというか、これがあるないで全然ストレス変わってきちゃうので、まずね所持数、カード所持数上限が、まあ、最初300枚なんですけど、ランク1にすることによって400枚、100枚増えるんですよ。これ結構ね大事で、5つ後のカードを育てるのにパンケーキっていうのが必要なんですね、そのパンケーキをもうこのカード所持数にカウントされるんですよ。これがね厄介で、これはちょっとね改善してほしい部分なんですけど、やっぱねガチャ引いていくと星3とか星3からあるんですけど、星3のカードも溜まっていくし4も5も溜まっていくとやっぱり300で足りないんですよね。で毎回合成とかシール変換とかしていくとやっぱね大変なんですよ。なんでここはやっぱストレス軽減のためにも、しかもこれね0から1に上げるには確か60ってね、必要マイレージ60なんですけど、見てください、120円で60もらえるんですよ、なのでねぜひねこれここはねやった方がいいというか、やると全然楽かなと、でちょっと世界変わるんで、この60だけでも1にするだけでも世界変わるので、ぜひこれはおすすめですね。でスキップ回数も5回になりますし、5つ後チャレンジっていうのも後で言いますけど、ここも結構大事なので、はい、でいろいろこういうねものを更新増やしていけるってなると、まあ、120円くらいだったら、もちろんお金なんでね、あれなんですけど、やってみてもいいのかなと思います、はい、これをクリアしていけばパンケーキが手に入ります、はい、でね一つミソなのはね、ちょっと解放しますね、ノーマルとハードとベリーハードってのがあるんですけど、このねノーマルがレベル20まで、レベル20までのカードしか上げられないですよ。で、レベル20以降はハードでゲットしたパンケーキで、レベル40以降がベリーハードで獲得したパンケーキでしかレベル上げできません。これが、面倒というか大変なところで、意外とそんなに余裕ありません。なのでねこれね、だからレベル20までのパンケーキ結構たまるんですよ、意外と。なのでまあやっぱ極力ハード以上、が必要になると思います。でまあちょっと見ますけど、あれそうだな、これ
パンケーキの色あるじゃないですか。星3、星4、星5ってのがあるんですけど、あげられるのあるかな。これか。レベル1なんで、この一番左側のパンケーキしか使えないんですよ。レベル20に到達したらもうあげられない、まあ、これちょっと上げていきますけど、はい。で、今度レベル20になったら、今度これ1個右行ってレベル3の、レベル3じゃない、星3のちょっと色が変わったパンケーキ、ちょっと豪華になったパンケーキしかあげられなくて、はい。で、40になりました。で、まあこれ覚醒してないので、覚醒じゃない、限界突破してないので、限界突破すればまた1個右と。で、レベル60までかな、限界突破4回するとレベル60まで上げられるんですけど、まあ、1回につきレベル5が解放されて、まあ、レベル60までいったら今度これ覚醒しないといけないんですよ、うん、この覚醒がねめちゃくちゃしんどくて、僕実際まだ1回もできてません、うん、覚醒がねちょっとね大変なんですよね、これが条件が。まあまあ必要レベル60なのは当然なんですけど、まあ、このね下の必要レベル60の右隣、このなんだストーリーか、ストーリーはこのカードのカードコンテンツっていうところで、まあ、読めるので、まあ、こちらは、うん、おのおの読んでいただいて、はい。で、このねなんかブーケと指輪ね、うん、これどうやってゲットすんのって、うん、思いますよね。これが大変なんですよ。これがねさっき話した5つ子チャレンジなんですよ。これが5つ子チャレンジでもらえるんですけど、こうやって報酬でね、でも大成功での報酬とかなんですよ。で、大成功させるには、まあ、条件もいろいろ書いてあるんですけど、その条件に沿ったカードプラス、成功率上げるために花嫁メダルも確かね60枚かな、最大60枚使って確率上げられるんですけど、だそれをねほんと毎日やっていく必要があって、でこの今日のチャレンジって書いてあるじゃないですか。この今日のチャレンジがの上限を上げるのが5つ子マイレージで上げられるので、なので5つ子マイレージを上げることもやっぱ大事になってくるんですよね、うん、だから5つ子マイレージ上げれば回数も増やせるし、一度に行えるチャレンジの量も増やすことができるので、その辺がちょっとね差が出てくるところかなと思います、はい、ただ僕はまだ覚醒まで至っておりません。はい、この編成、ここが本当大事になってくるんですけど、多分ね始めたばっかの人はこのそれぞれの5つ子の5姉妹のねカード編成、このサブ、まあ、1からいいか、サブのこの一番左のから右隣、ここからですね、ここから4枚、右に4枚
多分解放されてないと思うんですよ。でこれ実は解放するにはやらないといけないことがあるんです。この信頼度を上げなきゃいけない。ただ多分普通にゲームやってるだけじゃ信頼度を上げられません、はい、でここで大事になってくるのがこのカード図鑑、カード図鑑なんですよ、はい、でまあこの5つをちょっと、ね、見ますけど、このびっくりマークついてる、びっくりマークついてればカード図鑑報酬っていうのがもらえるんですけど、これがこれ見ますけど、このカード図鑑報酬ですけど、このレベル上げることでもらえるもので、何レベル信頼度何までか忘れましたけど、序盤はねこの信頼度2個で1個ずつ上がってきます。信頼度がこのハートのこれを2個もらうと貯めると1つずつ上がってきます。はい、今もらえますけど、まあ、これコインももらえるんですけど、はい、でこれを上げることによってこれねサブカード設定枠追加とか黄色のスコア力100アップとかいろいろ付加価値がついてくるんですけど、なので全部解放しようとするとレベル22かな、信頼度のレベル22まで上げる必要があるんですね。レベル22まで上げると全部解放されてクエストも S ランクを出しやすくなるということになります、はい、なのでここはね抑えるべきポイントかなと思います。ちょっとね分かりづらいんですけど、まあ、僕も最初分かってなくてこれどうやって解放するんだろうなと思って、鍵ついてるじゃないですか、なのでこれどうやって解放するんだろうなって思っていろいろ見ていったらここにあってここに隠されてたので、うん、まあねぜひここはちょっと要チェックかなと思います。はい、くらいかな。まあちょっとまだ、もしかしたらね不足事項とか伝わってない部分が結構あるかもしれないんですけど、その辺はちょっと知ってる方がもし見てくれてたらコメントで何か、うん、これ忘れてるぞとかあればぜひ教えていただきたいなと思います。なのでまあねゴトパズ、まあね五等分の花嫁の2期が始まって、うん、ゴトパズをそれで知ってやるっていう方ももしかしたら少なくないのかなと思うので、ぜひ参考になっていただけたらなと思います。はい、まあ、僕もまだまだわからない部分多いですし、ただ正直まだリリースして2、3ヶ月ぐらいかなんですけど、ここまで完成度高いのはなかなか珍しいのかなと。不満がそんなないんですよね、まあ、もちろん課金がちょっと占める割合も若干あるんですけど、ただガチャを引くだけっていうゲームも多い中で課金にさらにね確実な得点もついてくるので、これはうんすごく良心的なゲームなんじゃないかなと僕は思います。なのでぜひ少しでも1ミリでもためになっていただけたらなと
思います、はい、もしよければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします、はい、これからまだまだことばざやっていきたいと思うので、ぜひ次の動画も出たらよろしくお願いします、はい、ありがとうございました。